どうして映画が好きなのかというと、あまり感情をはっきり出せないタイプなので、スクリーンの中に巻き起こる喜怒哀楽を通して自分自身の心の輪郭を確かめているみたいなところがあるんだと思います。自分にしか見つけられない感情があるんだとしたら、それを演じてみたいの。小さな頃からずっと女優になるんだって思ってた。映画を見る時間が欲しいですね。見切れない。この世に生み出された全部の映画を見てみたいんです。毎日映画の仕事が入っていたらいいのになって思うくらい。ねえ、怖くはない。怖くなんてない。見つめられるのは怖くない。見つめられない方がよっぽど怖いわ。見つめるだけじゃ退屈じゃない？うん、退屈なんかじゃないよ。あ、そう。あなたって変わってるわ。うん、あなたって変わってる。私たちは変わり者の女の子。映画に恋してる女の子。抽象的すぎてよくわからないんだもん。何言ってんの。舞台を突き詰めればアニメとか AI とかでいいわけで。よく言う。天よく人形として扱おうとしてたくせに。じゃあもっと人間らしいとこ見せてみれば。ワンテイク。ええ、どうぞ。私は諦めませんから。私だって絶対に諦めないからね。私たちは諦めの悪い女の子。映画を愛してる女の子。私の方が絶対に楽しいよ。うん、ものすごく楽しいよ。本当に？本当に。ならよかった。うん、よかったな。私は想像がつかないの、あなたのしてること。嘘。本当に嘘。私も想像がつかなかった。え、そうだったんだ。そうだよ。私がこんなことするなんて想像もつかなかった。だからあなたが見ていてくれて本当に嬉しい。私の方がずっと嬉しいよ。うん、ものすごく嬉しいよ。こんなことを口に出すなんておかしいのかな。おかしいのかな。映画を撮りながらずっと伝わってくるよ。うん、映画を見ながらずっと伝わってくるよ。あなたのことをひとときも忘れることはありません。この世界で今を生きているあなたがいることを。日本映画専門チャンネル。